はい、ということで、どうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日もですねやっていきたいと思います。今日はですね、獣の世から、脱出しなきゃいけませんよと、まあいわばですね、神と獣っていう概念でねお話をしていきたいかなというふうに思います。というのもですね、質問者の中にですね、僕がこうたびたび言葉、この五十音図っていうものがですね、人間の経験値以外のね次元があるってこうお話とかたくさんしてるんですけども、そもそも人間というのはこの言葉を習ってね、文字とか言葉を習ってそれを発してるんだから、それも経験値なんじゃないのかという、こういうですね質問がね来たわけですね。ああなるほどというふうに思ってですね、それに対してね、説明していくことになるんですけども、まあ、それを説明していく上でですね、まあ、神と獣っていう概念がですねだんだんと分かってくると思いますんで、説明していきたいかなというふうに思います。で、確かにですね、僕らは例えば小学校の時とかに読み書きをこう習って、文字をね書いたり、こう点線をこうなぞってこう書いたりとかしますよね。なのでそういうふうに考えていくと、その言葉とか文字っていうものは学問として学んで、それをですね僕らが言葉が喋れるようになって話しているんだから、これは斧の学問の境地しかないだろうというふうにね一見思えてしまうんですね。でもちろんそうやって考えていくとそういうふうになってしまうんですよ。ところがですね、言霊学っていうのはまずですね、言葉の前に精神的な活動がありますよと。この精神的な活動を先天といって、言葉としてポンと組まれたこの言葉っていうのは、その後天的な現象、先天と後天というふうに言ってるんですね。つまり後の現象なんですよと、言葉はね。じゃあその言葉になる前の現象っていうのは何なのかっていうと、言霊というふうになるんですね。ここをですねまずね考えていかないと、その学問でね経験したものしか僕らはこう、ね、読み書きもしないし言葉も喋れないから、学問だけなんじゃないのっていうふうに考え方になってくるんですけども、そうではないと。その肉体的なですね現象、小学校の時にこういうふうに習ったんだからそれは学問ですよねっていうことをですね言霊学で言ってるわけじゃないんですね。その前に、そのなんでその言葉が出てきたかとかですね、そういう精神的な境地の方が先にこの脳内をですね巡ってるわけなんですよ。だからいわばですね、なんていうんですかね、精神の境地というかですね、そういう、境地というのかな、そういう精神の境地があって、それにですね似せて言葉を作る。ですのでこれね、二次創作としてのですね、いわゆるこの精神の思いに似せた国づくり、組んで似せるということですね。組んで似せたからその言葉が出てくるということになるわけですね。でもこういうですね、いわゆる理論的な話になってくると、わかんねえよというふうに、ね、なる人はめちゃくちゃ多いんですよ。なのでちょっとね今日もね例え話でお話ししていきたいと思います。確かにこの質問者の言うように、そうやって習ってきたんだからね、言葉とかっていうものも学問だろうというふうに思うんですけども、例えばねこう空を見てですね、なんて表現するかね、綺麗というふうにただ一言で表現するのか、それともですね、雲のね隙間からこう太陽の光がバーッとこう降りてきててね、その光がこう見えて、光の線みたいなのがこう見えて、それがこう神々しくて美しいというふうに言えばいいのか、それともなんだろうな、山と山の間からこう流れてくるこう霧みたいな雲がですね、何とも言えない幻想的な姿だとかね、こういう表現ってたくさんあるわけですね。この表現をですね組もうとしている、どうやって表現しようかなっていうふうに言葉をですねこう組んでる時、これはですね、この質問者の言うように、斧の学問というものがね働いてるんですよ。斧、あいうえおの斧ですね、斧の次元としての学問が働いて、どういう言葉を組もうかなっていうふうに考えてる。ですからそうやって言葉が出た時にはですね、確かにこれは学問的なところからこう出てきてるってことも一つ一理あるんですね。ところがですよ、じゃあですね、例えば一言ね、空が綺麗だなでもいいですけども、この綺麗という言葉をですね学問的に組んで、綺麗という言葉が習ったから、じゃあこの綺麗という言葉で表現しようと思ってね、ポンって出しましたよね。ところがですよ、この出した言葉はですね学問なんですけども、綺麗だというふうに思った心、これは何でしょうかと。これはですね学問じゃないんですよ。
この空を見て綺麗だというふうに思ったのはですね、今初めて見た現象なんですね。今初めて見て習ったわけじゃないんですよ。こういう空を見た時は綺麗だと思ってくださいねって教科書で習ったわけじゃなくて、親に教えられたわけじゃなくて、先生に教えられたわけじゃないんですね。この空は綺麗で、この空は汚いんですよっていうふうに習ったわけじゃないんですよ。にもかかわらずですね、綺麗だなというふうに思う心があるわけですよ。ここがですね、学問じゃないんですよ。学問というのはその綺麗だというふうな思いに似せて言葉を組んで、学問的に組んでですね、それを表現することですので、表現された言葉っていうのは、あの大和言葉っていうのは このね実相をありのままにですね、あの示す言葉として五十音図組まれてるんですけども、基本的にこの学問的な境地からですね、言葉を組んでしまうと、それは概念というふうになってしまうわけですね。この概念というものはですね、実際とは違うわけですよ。でこれどういうことかっていうと、例えば昨日何をしてたかとかですね、皆さんこれをですね、あの表してくださいって言っても、今この瞬間に昨日は現れないんですね。今この瞬間に昨日は現れないから、昨日起こった出来事を言葉に並べて言ってみようっていうふうに言いますよね。でもこれを聞かされた人っていうのは、もちろんその聞かれた言葉の中から、ああ昨日はこういうことをやったんだろうなっていうことは分かってもですね、昨日自体を目の当たりにしてるわけじゃないので、概念的にいわゆる知ることになるわけですね。でも概念で知るということは現実として目の当たりになってないから、人それぞれですね、思いが違ってくるわけですよ。捉え方が違うっていうことになってくるわけですね。この目の前にあるこの現象の光景を見てですね、綺麗だなっていうふうに表現したときは、一緒にいる10人もですね、その綺麗だなの表現がですね、わかるんですよ。確かに綺麗だなと。ですけれども、それが見えない状態で昨日のお話をされてもですね、話というのは概念、言葉となってね、概念としてでしか入ってこないから、薄ぼんやりとしかですね、見えないんですよ。薄ぼんやりとしか見えない。これ何かっていうと、その昨日をですね、思い出してくださいって言っても、今この場に昨日を持ってくることできないから、こうやって考えて、この暗闇の世界でこう考えた、ちょっとぼんやりとした昨日の出来事がポン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 頭に浮かんできますね。ですからこの現実のように澄み切ってですね、見えないんですね。この澄み切って見えない、その過去の経験値の方から言葉が出てくること、これがね、おの学問というふうに言うわけですね。昨日はこれこれこうした。だからよくね、喧嘩とかでもあるじゃないですか。お前あん時ああ言っただろうと、いや言ってねえよと、いや確かに言った、いや言ってないみたいなね、言った言わないみたいなありますね。これはそのおの学問の中に入っていっちゃって、論争を繰り返してるんですね。お前あん時ああいうふうに言ったよみたいな、いやでも俺は言った覚えないよみたいな、それはですね、いわゆる今を語ってるんじゃないんですよ。過去を語ってるんですね。でも今というところに目を向けると、この目の前の光景っていうのはもうあからさまに見えるわけですよ。例えば綺麗だとか汚いとかね、部屋が綺麗だとか汚いとかっていうのは今この瞬間に分かるんですね。これは過去にお前がああしたこうしたは関係ないんですよ。今この瞬間はね、お前がやったんだからお前が片付けろではなくて、この今この瞬間というのは、その綺麗とか汚いとかっていうのを目の当たりに、明らかに2人だったら2人が見てね、その喧嘩してる2人が見て、まああの時ああいう風に言ったか言ってないかは分からないけど、今この現状汚いよねと、今この現状汚いのをどうしようか、よし2人で片付けようという、この方向性に行かないと片付かないわけですよ。ですけども、人間というのはこれがですね、一個人のね間で、あのそういう風にやってる時は、まあなんとなくね、そういう喧嘩みたいなものもありながらもですね、過ごしてるんですけども、これがですね、国とか文明とか、こういうですね、要するに文明の発展の方にですね、その主軸がですね、そこが中心になってくると、まあ今の現代の世の中みたいに、いわゆる弱肉強食っていう風な形になってくるわけですね。弱肉強食っていうのは、だから例えばね、この空を見て誰が一番いい表現をしたかみたいなね、綺麗だと言った人が優秀なのか、それとも山と川とか海とかね、その森の木々たちのね、色合いが何とも言えない美しさだみたいなね、こういう表現の中で誰が一番優秀だろうねというふうにね、決めてしまうと、その優秀な人っていうものが決まったら、それ以外のものをこう見ないと、なかったことにしてしまうわけですよ。でもこれがですね、そのなかったことにされるっていうことが、例えば歴史の上でそれが起こってしまうと、
例えば、竹内文献とかね、日本にもこうあの古文書と呼ばれているものってたくさんありますけれども、こういうものがですね、いわゆる現実にね、優秀性として現実に見えないからないんだと、なかったんだと、だからこれ嘘なんだと、偽書なんだということになってしまうわけですよ。でも偽書かどうかなんていうのはですね、その優秀性で決まるわけじゃないんですよ。だからこれは人間がですね、いわゆるその学問のね、経験値から出てくるっていうことは、どちらが優秀なのかね、薄ぼんやりとした記憶の中からこっちの方が優秀だというふうにですね、ポンとこう書き出してですね、それをこう競い合って、まあ俺の方が正しかったよねと、確かにお前あの時ね、ああいうふうに言ったっていうふうに俺が言ったけど、お前は言ってないというふうに発言したけれども、過去を引っ張り出してきたら、ほら LINE にこういう記録が残ってたじゃんと、こうやってね、記録をこう出せた人がですね、お前の方が優秀だったなというふうになっていくわけなんですけども、この現実というものはですね、その優秀性を引っ張り出してきたからといってですね、その引っ張り出してきた優秀性のあるものをですね、どうやってそれを扱って今後に生かしていくかっていうことに変えていかない限り、ただの優秀性を競ってるっていうだけの行為がずっと続くわけですよ。これがですね、今世の中に起こっている弱肉強食、生存競争において、ずっと企業は企業とずっと争ってるし、その何か一つね、この企業にとっても本当にね、世界のトップになるまでですね、これは止まらないわけですよ。俺はもう完全にこれは1位になったっていうところまで止まんないわけですね。でこれがですね、今の弱肉強食のですね、この世界なんですけども、それはその先ほど言った冒頭に言った尾の学問から出てくることにずっと従っていくと、こういう結果を生んでいくんですね。ところが先ほど説明したように、綺麗だなっていうふうに思ったその心っていうのは、経験して出てきた言葉ではないわけですね。例えば子供でも昆虫とかをですね、初めて見たのにもかかわらずね、お父さんお母さんはですね、そんなのバッチリから触っちゃダメだよというふうに言ってもですね、怖さを知らずこう触ったりする子供いますよね。それとかですね、逆にですね、初めての体験なのに触っても大丈夫だよって言ってるのに怖がって泣く子供もいるわけですね。それはですね、お父さんお母さんにこれは怖いものですよとかね、優しい生き物ですよとかっていう、こういう勉学として習ったわけじゃないのにですね、子供はそうやって判断してるわけですね。これがですね、いわゆる現実を目の当たりにした境地からですね、出てくる今この瞬間の反応、心なんですね。人類はですね、ずっと経験値の方にですね、潜り込んで言葉をですね、発していろんなね、文明をこう作ってきてるんですけども、ここの世界から抜けないといけないんですね。この経験値の部分にずっといるのがですね、獣の世なんですよ。で、なんで獣という言葉になっているかっていうと、まあヨハネの黙示録にですね、この666っていうのは獣の数字っていうふうに言われてますけれども、この6という数字がですね、いわゆる科学的思考のですね、いわゆる正反合という三角がありますね。これを思考上の上で上向きの三角が働いてるんですけども、それを現実にこうやって表すとですね、これが表裏一体になって鏡になってるわけですから、まあ、六芒星になるわけですね。こうやって6っていうふうに形成するんですけども、じゃあなんで数字の6なのかということになってくるわけなんですが、これはですね、人間というのは5体、頭、両手足ね、この右手左手、左足右足ってね、この4つに対して頭がついて5体ですね。でも獣っていうのはさらに1つですね、あるんですよ。それが何かっていうと尻尾なんですね。この尻尾のことをですね、尾というふうに言います。なんで尾というのかって言ったらですね、まあ例えばこうガラスがあってですね、そこにこう例えばね、犬でも何でもいいですけど、こう通ったら最初頭からね、顔がこう出てきて、で体が映って、でだんだんこうやってね、通り過ぎていくと。そうすると最後まで残るのがこの尻尾の尾なんですよ。人間も思考上の上で昨日の経験、その前の経験、この経験値っていうものがですね、ずっと後までこう引っ張るわけですよ。これをですね、尾の学問、ね、尾の経験値というふうに、まあ、言霊学で言ってるわけですね。ですからその獣に例えられたですね、6っていうね、この数字の中にとらわれている、つまり人間の経験値の中にずっととらわれてね、そこからですね、出れない人たちのこと、または出れない社会、これがですね、獣の世ということになるわけなんですよ。ところがその先ほど言ったように、そこの学問的境地ではなくて、今この瞬間を見たら何でもすごい透き通って見えるんですよという境地のことを、まあ言霊学でもですね、こう説明されているわけですね。言霊学では、今この瞬間に立ち返れば、おのずとどうすべきかの判断っていうのは、
経験値からではなく出てくるよというふうに言ってるわけですよ。ここはですね、ものすごく深いわけですよ。これがですね、一見一個人の心の話をしてると、そんな大したことのない世界を話してるなっていうふうに思えますよね。ところがこれが国とか文明とかっていうレベルになってくると、とんでもないことにこうなってくるわけですよ。だからどういうことかっていうと、このね、現実を見ないっていうのは、今の政府とかもそうですよ。 GDP とかいろんな数字のですね、この数字だけの方を見て、この数字っていうのはいわゆる概念の方ですね、概念の数字だけを見てですね、上がったのか下がったのか、上がったんだったらこれは経済的にいい効果が出てるんだっていうふうに判断してしまって、今は経済的にこの政党のやってきたですね、あの政策っていうものは成功してるんだっていうふうに言っちゃうんですよ。世の中にいろんなね、指摘はあるかもしれないけど、数字に出てるじゃないかと、成功してるんだぞっていうのは、これは過去の概念ばっかりをずっと見ていて現実を見てないよということなんですね。で、現実を見るっていうのは、じゃあ自分が実際に街に行くと、街に行ってですね、今のこの世の中ですよ、街に行って活気があると言えますかと、自分の心がね、それを見て、みんなマスクして、一部ではね、マスクつけるつけないで争っていて、あとはもうなんか、あんまり高いもん買えないからって言ってね、ものすごい質素な生活をしてる人たちとかをこう目の当たりにして、その光景を見てですね、うわー、このね、数字が示してるように、日本がすごい好景気になってきたなんて言えますかと、俺たちの政策超成功してるじゃんって言えるんですかと、この現実を見なさいということをですね、言ってるわけですよ。これがですから、あの本当に何でもないようなことをですね、こう話してるように聞こえる場面もあるかもしれないんですけども、それをですね、ミクロからマクロに展開していくと、ものすごくとんでもない事態になるんだなっていうことをですね、まず一個人でどんどん自覚していかないといけないんですね。あの言霊学をですね、大体8割9割ぐらいまとめた、あの体系をまとめた人っていうのが、まあ、小笠原さんっていう人方がいらっしゃるんですね。で、僕がですね、古事記と言霊って本を紹介したのは、あのその後の島田さんという方なんですけども、この小笠原さんのですね、第三文明の通路っていう本があるんですけども、多分普通に買うとめちゃくちゃ高いんですけども、まあ、そこにね、書かれてる内容として、この人間の文明というね、現象というのは、これは春夏秋冬のようなですね、自然発生的に巡ってくる、待っていても勝手に巡ってくるんだよっていう現象ではないんだよと。この文明というのは人間の二次創作、先ほど言った国づくりですね、組んで似せていくっていう二次創作、この二次創作というのは人間の努力の甲斐があって初めて成立するものであるから、この文明として春夏秋冬のように巡るのではなく、人間の努力がない限り、このね、次の社会、第三文明と呼ばれているようなものにはですね、行くことはないと。つまりどれだけの人が自覚するかということがね、あの大切なのかということを言ってるわけですね。これがなかったら、いつまでもずっとこのいわゆる何て言うんですか、混沌の状態の世界が足踏みしたままずっと続くんですよというふうに言ってるわけですね。日月新人にもですね、冬の次がね、春だとは限らないぞということをこう言ってるわけなんですけども、必ずしも季節のことを言ってるんじゃなくて、そういう比喩表現として言ってるんで、人間の文明というものはですね、春が来たらね、次は夏だとかね、あの冬が来たんだから次は春でしょっていうね、こういうことにならないんだよと。だから自覚しなさいよと、御霊をですね、磨いておきなさいよということを説いてるわけですね。で、その後のいわゆる体系をですね、まあほぼ 100% ぐらいまでね、まとめたこの島田さんっていう方もですね、いわゆる解放、まあ骨玉の会っていうね、会があって、そこの解放にですね、ちょくちょくね、インターネットにも残ってるんですけども、まあそういう自覚を持った人たちがこの日本から現れなかった場合、もう諦めてくださいというぐらいまで言ってるわけですよ。ですから非常にこういう学問がですね、大切なんだと、自覚を持っていくことが大切なんだっていうことをですね、もう本当一人でも多くね、僕はね、こう教えていきたいなというふうに思ってるんですね。まあ僕がね、こうできるにも限界ありますけれども、少しでもね、何かのこうきっかけになればいいなというふうに思ってですね、僕は言霊学っていうものをですね、ずっとね、こうやってますけれども、
まあ、いわゆるですね、この人類の死滅が本当に先に来てしまうのか、そうやって第三文明の方にこう切り替わるのかっていうのは、もう今生きてる僕らのですね、いわゆる自覚にかかってるわけですよ。まあ、今だってどん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 戦争 になる方向に進んでますよね、今ね。誰がどう見たって防衛費を上げていくっていうね、トマホークミサイルを500発買うとかね、まあ、いろんな話こう来てるじゃないですか。でどん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 そういう方向に進んでってるんですけども、ここに対して僕らはどういう自覚を持っていくのかっていうことはですね、本当に大切になるわけですよ。特に政治家の皆さんにはですね、先ほど言ったようにこの獣というね、獣の世っていうね、あの比喩表現ですけども、そういう学問的なところからね、判断をすることと、目の当たりにしたこの現実、今この瞬間っていうね、今ここっていうこの精神から見る境地では、まるでですね、物事っていうのは別なんですよと、その概念の方から出てきた言葉じゃない方向のですね、この今ここっていうところのですね、瞬間に立ち返って、直感の方の世界ですよ、直感の方の世界にですね、切り替えて、少しでも少しずつでも切り替えていかないと大変な世の中になっていくんですよと。もちろん科学っていうものはですね、すごい素晴らしいですよ。素晴らしいから、批判するものでもなくて肯定するものなんですけども、ただそのままその状態をですね、続けていくっていうことは、人類の死滅破滅を生んでしまう結果になりかねないんですよということをですね、まあ、自覚をしていかないといけないわけですね。ということで、本日はですね、神とね、獣っていうね、題材でお話しさせていただきました。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。